こんにちは、佐藤あゆみです。この12月定例月議会を振り返ります。私は医療機関出身ですが、自分のそういった得意分野ではない公共交通や消防、枚方市周辺再整備などについても織り交ぜながら質疑しました。枚方市が抱える課題について少し幅広く取り組むことができたかなと思っています。一つ目ですが、公共交通に対する市の関わりの方についてお尋ねしています。バスを含め公共交通を今後安定的に維持していくというのは、運転手不足などを背景に厳しくなってきています。まちづくりとも連携しながらどう進めていくかお聞きしました。枚方市駅周辺再整備については、市民からのニーズの高い屋内の子どもの遊び場、それと一緒に一時預かりや相談ができるような施設を設置していただけるようにお願いしました。3つ目、災害時の要配慮者の支援についてです。災害者に高齢者や障害のある方など配慮が必要な方に対して、そういった障害がある方のための防災ガイドの作成を提案しました。そして発達障害児の相談支援についてです。幅広い相談が発達障害のあるお子さん、そして保護者の方にはあります。その相談先が分かりにくいというお声をよくお耳にしますので、その解決の一つとしてライフステージごとに支援がパッと見て分かりやすいガイドブックを提案しました。最後に広域連携についてです。人口減少社会における人材不足、施設の老朽化など、そういったことを解決するのに広域連携は有効な手段です。危機感を持って枚方市が他市を牽引して進めていただくように要望しました。今後も市民の皆様の声に寄り添いながら、課題を肌で感じ取り解決に努めてまいりたいと思います。